エミル・ヘンリー・クリストファー・クラフトは、スウェーデン・ストックホルム出身のプロサッカー選手。サッカースウェーデン代表。ニューカッスル・ユナイテッド FC 所属。ポジションは DF。2010年、スウェーデン5部のラガンス・アイクでキャリアをスタート。2011年、スーペル・エッタンのエステル・スイフニー籍。2012年、ヘルシンボリーフニー籍。2015年8月21日。 ボローニャ FC に完全移籍した。2018年8月6日、シーズン終了までの契約で、リーグアンのアミアン SC に期限付き移籍。2019年6月、移籍金200万ユーロで、アミアン SC に完全移籍した。2019年8月8日、入札するユナイテッド FC と4年契約を結んだ。ユース年代からスウェーデン代表に選出されている。 2016年6月には、史上5番目に若い17歳309日で U-21 代表の試合に出場した。2014年1月、19歳でモルドバ代表戦に出場し A 代表初キャップ。2018年5月、2018FIFA ワールドカップ、参加メンバー23人の一人に選ばれた。ありがとうございます。